GWR 塗装の HST ファーストグレート、ウェスタン時代の180系機動車グレート、ウェスタンレールウェイは、イギリスの列車運行会社で、イギリス国鉄民営化直後の1996年2月から、イングランド西部、南西部及び、ウェールズ南部の路線を運営している。親会社は、バス、鉄道作用手のファーストグループ。過去のブランド名には、 グレートウェスタントレインズ及びファーストグレートウェスタンがある。ロンドンのターミナル駅はパディントン駅。イギリス国内で運行されている寝台列車二つのうちの一つ、ナイトリビエラの運行事業者でも、またヒースローエアポートホールディングスとの合弁事業でヒースローコネクトを運行していた。イギリス国鉄の民営化の一環として、1996年2月より、 グレートウェスタン本線を基幹に、ロンドンからイングランド南西部、ウェールズ南部への長距離都市間列車を担当する、グレートウェスタントレインズとして運行を開始した。1998年12月には、ファーストフループによる買収で、ブランド名を、ファーストグレートウェスタンへと変更しているが、社名は買収以前と同名のグレート、ウェスタントレインズ会社であった。 ロンドン聖光やオックスフォードなどへの列車は、ゴーアヘッドグループのテムズ・トレーンズにより運行されて、いたが、2004年4月にファーストグループのファーストグレート、ウェスタンリンクに営業権が移行し、姉妹会社となった。イングランド南西部のローカル列車は、ナショナルエクスプレスグループ参加のウェセックストレーンズにより運行された。2006年4月1日より、ファーストグレート、 ウエスタンとファーストグレートウェスタンリンク、ウェセックストレインズの3社のフランチャイズがグレーターウェスタンに統合され営業権が1社に集約された。営業権への競争入札にはファーストグループとナショナルエクスプレスステージコーチグループが参加しファーストグループが営業権を獲得した。以降、正式社名はファーストグレーターウエスタンリミテッドとされているが都市間列車。 ロンドン近郊列車、ローカル列車ともに、ブランド名は一貫して、ファーストグレートウェスタンの名称が使用されている。2015年9月20日、社名を、かつてのグレートウェスタン鉄道にちなむ、グレートウェスタンレールウェイに変更した。車両の塗装も、新たに旧 GWR を意識した能力色を採用している。800 8 0 0系1 6 6系1 5 8系ほとんどの、 都市間輸送用に使用していたが、2017年により、800系及び802型による更新が始まり、単編成及びリニューアルにより、地方都市同士を結ぶ列車での運用が始まっている。過去に使用された、車両、編集2000年から2001年にかけて、HST の更新を目的として14編成が導入されたが、技術上の問題から、2008年から2001年にかけて、 ありがとうございます。